今から録音してます、はい、俺のことはひもぴっぴと呼んでください。ひもぴっぴ、ひもぴっぴって名前で、ぴっぴでもいい、なんでもいい。ひもはひどい。まず君らに今からしてもらうのは、神話 TRPG というゲームなんですよ。 T って何なの思ってんけど、説明、それも全部説明します。なるほど。まずクトゥルフ神話 TRPG について、クトゥルフ神話 TRPG っていうのは、クトゥルフ神話っていう、そのなんか昔のアメリカの小説家が作った架空の神話、うん、クトゥルフとかクトゥグワとかパズドラに出てきたりとか、そういうのの元の原作みたいな感じ。ニャルコさんか。そうそうそう、ニャルラとホテプもそのクトゥルフ神話の神様のやつです。で、TRPG っていうのは神とペンとサイコロで遊ぶゲームで、 RPG はロールプレイングゲームの略やねんけど、うん、T がテーブルトークって、今実際にこの机タクっていうねんけど、そのタクを囲んで喋ってやるからテーブルトークロールプレイングゲーム。こういうなんか怪獣みたいなのがいっぱい出てきます。でこれが小説家のラブクラフトっていう人です。で必要なものはサイコロ、これですね、とルールブック、あっこにあるやつ、うん、と遊ぶ人、俺らとシナリオって言って、うん、これやったらかぐや姫の話みたいな感じで、うん、その時々にちょっと桃太郎の話があったり、うん、そういうのを実際に自分で作ることもできるし、本として買うこともできます。で、実際にゲームで例えたら、このサイコロとかでそのランダムのダメージとかを計算して、シナリオはそのカセット、うん、ポケモンのルビーとかサファイアとか入れ替えたりできるやん。その都度ちゃうゲームができるのはシナリオがちゃったらできます。あ、で、遊ぶ人は遊ぶ人同じで。じゃあゲームの機械が俺たちってことか。俺やな、だから。あ、そう、今回プレイヤーはこの3人やけど、機械役を俺がやる。やるから神やねんな。なるほどな。で、ルールブックも、その、ルールブック。ゴッドピッピって呼んでいいじゃん。ゴッドピッピって呼んでいいです。今日は。で、そのルールブックも、これは例えばクトゥルフ神話 TRPG やねんけど、他にもパラノイアとかいろんな種類の TRPG があって、今回たまたまクトゥルフ神話をやるっていう感じです。で、でもこんないろいろ言ったけど、協力して楽しむ気持ちが大事です。はい。あ、それから TRPG には2種類の役に分かれて遊びます。ここの3人、こっち向いてる3人がプレイヤーで、こっちの俺、これがゴッドピッピがキーパーって言います、うんうんうん、こっちがそのゲームのシステムとかシナリオとか全部知って、黒幕とかも知っててっていうやつです。さっきキャラクターを作ってもらったじゃないですか、うん、でキャラクター作成して、その作ったキャラクターでシナリオをプレイします。これやったらその大きい怪物に4人で立ち向かおうみたいな。燃えてるからクトゥグワ、クトゥグワかな。で、壮大なおままごとです、うん、自分のキャラになりきってお願いします。僕得意だよ。壮大なおままごとです、うん、とても僕得意だよ。得意だよ。で、楽しみ方として裁かれた。楽しみ方としては、なんか結構人によって楽しみ方ってちゃうねん、はい、さっき仮面筋肉がそのキャラになりきるのが得意とか、うん、そういう楽しみ方をしたり、俺はちょっとなりきるのとか得意じゃないねんけど物語に触れるのを楽しんだり、うん、とかその3人で協力してボスみたいなのを倒すっていう課題をこなす運が楽しかったりとか。じゃあ僕たち味方なわけ。味方なわけ。あ、味方な。3人は味方。あ、殺しちゃったかよ。殺すんだろ。殺し合う。お前ら殺す気でストレートス振ったよ。そうで、キャラにさやな、そういうの覚えたよ最近。マジワロタ、マジワロタ。クルーなほんで、うん、だからキャラ同士の恋愛させて楽しむ人らもおる。うわ、男作って女作ってとか。うわ、キャラ子供キャラできるやん。すごい。今日生まれたから子供やってや。はい、でサイコロについて、はい、今なんか俺ちょくちょく、うん、そのこのサイコロ3回振ってとかキャラ作るときに言ってやん。それっていうのはこれが回数で、こっちが面、100面の中の1回を振る。だから 1D100 やったら100面ダイスを1回振る。これやったら74が出てる。あ、なるほどな、みたいなこと。で次 3D100 振ってって言われたら3回100面ダイスを振る。だからこれ振って振って振るっていう感じです、うん、そこの100の部分は数字が変わったり変わったりする。6、1D6 とかもあるんです。 1D6 は6面ダイスを1回振る。あ、なるほどな、っていう感じで、彼の場合その図書館が今 60% 持ってるとするやん、うん、で 1D100 を振って62が出た。
じゃあ、60振ってるから、違う、1から60まではこのキャラが図書館成功できる確率やねんけど、60に出てもうたからこれは失敗。逆にこのキャラはショットガンを40持ってて 1D100 を振って32が出た。だから1から40までの間に入ってるから成功して次ダメージの計算移っていくみたいなことです。では実際にやってみましょう。いいよ。